北国新聞ニュースをお伝えしますルビーロマンの初競りが今日行われ最も高値の一房は140万円で競り落とされ3年連続で過去最高を更新しました金沢市の中央卸売市場には今日過去最も多い253房のルビーロマンが出荷され初競りではそのうちの一房が 140万円で競り落とされました去年の130万円を上回る高値で3年連続で過去最高を更新しました最高値のルビーロマンは特集 G クラスでおよそ900グラムあり一粒あたりで見てもおよそ4万7 0 0円になりますこの一房は金沢市の卸業者 堀田が落札し、台湾で富裕層向けスーパー、有毛屋を経営するシャ・メタツ社長が購入しました。レビーロマンを味わったことがあるシャ・社長は、その鮮やかな赤色と上品な香りに心を奪われたと話し、一番良い品を高値で購入し、生産者を応援したいという思いで購入したということです。 JA 全能石川などによりますと外国人が初競りで最高値で購入するのは初めてです。e メッセ金沢がきょう開幕し新型コロナによる変化を踏まえ ICT ・情報通信技術を生かした最新のサービスが提案されました。 石川県情報システム工業会が主催する e メッセ金沢は今年で36回を数えます会場の県産業展示館3号館には68の企業や団体がブースを構えコロナによって大きく変化した働き方や暮らし方に対応する最新技術を紹介しましたこのうち、河北市の PFU は 紙の書類を高速でデータ化するスキャナーを展示し、在宅勤務でも素早く情報共有できる仕組みを提案しました。一方、NTT ドコモ北陸支社のブースでは、VR、仮想現実空間で見えるものを実際に触っているように感じられるグローブ型の機器が体験できます。また、金沢市のシステムサポートは、 従業員の出勤と退勤の時間や休暇の取得状況などを一元化し見える化するサービスを提案しました E メッセ金沢は明日まで開かれています動物たちのパーティーをテーマに原寸大で動物を表現した彫刻展が今、金沢市のシのノキ芸品館で開かれています 今回作品を展示した彫刻家の橋本美代さんは兵庫県出身で幼い頃から獣医師を志していました。そして15歳の時に経験した阪神大震災をきっかけに失われた動物の命を形に残そうと彫刻家として歩み始めました。金沢根の展示会は初めてで会場には 動物たちのパーティーをテーマに、原寸大の犬や熊、オラウータンなどの木彫刻や水彩画およそ150点が並んでいます。生命の躍動感や繊細な表情を捉えた作品は、訪れた人の心を捉えていました。今回の展示会には、ゲスト作家として彫刻家の本田恵美子さんも、 フクロやアリクイを描いた木彫刻を寄せましたこの動物彫刻展は来月15日までシイノキ芸品館で開かれていますではニュースを続けます土石流が起きた静岡県熱海市から戻った石川県警の機動隊が次なる仕事として 東京オリンピックのテロ対策に臨みます。県警の機動隊員5人は、静岡県の要請で、今月9日に熱海市に派遣され、広域緊急救助隊として、行方不明者の捜索に当たりました。隊員たちは、6日間にわたり、住宅街を覆った土石流による泥をシャベルで掻き出し続け、おととい、 金沢市こ田つの1丁目の機動隊長者に戻りました。普段から射撃や潜水などの訓練を続ける隊員は、次なる仕事として、東京オリンピックのテロ対策にあたり、競技会場を中心に人手が多い駅などを警備します。石川県警によりますと、東京オリンピックでは、全国の機動隊が数万人体制で テロ対策に望むということです野の市市文化協会は新型コロナの影響で減った加盟団体の活動機会を増やそうと公園などを出前する取り組みを始めました野の市市文化協会には野の市ジョンカラブ市保存会や喫茶協会など十七の団体が加盟していますが 研修会や展示会など活動の場はコロナ禍で減ってしまいましたそこで出前による新たな活動を通して文化に関心を持ってもらい会員の獲得にもつなげることにしました教会はその準備として出前で提供できる活動をステージ披露・指導・作品提供それにトーク講演の四つに分類し オファーくださいと書いたチラシを作りましたそしてこのチラシを今年3月のイベントに協賛した20の企業や団体に配ったところ夏休みの子ども向け体験イベントに講師の派遣を頼みたいという相談が寄せられました出前活動では講師の派遣以外にも例えばジョン・カラブシ保存会が踊りの披露 菊花協会は展示用の菊の貸し出しを行います。箱根駅伝と並んで国内で最も長い歴史を持つ河北型一周駅伝競争大会が2年ぶりに、今年11月23日に開催されることになりました。1920年に始まった河北型一周駅伝は、 戦時中に一度中止された以外、11月23日を中心に毎年行われてきました。しかし、第100回の記念大会が開催される予定だった去年は、新型コロナの感染を防ぐため延期になりました。昨日開かれた実行委員会では、つばたま文化会館シグナスを発着点として、今年11月23日に、 2年ぶりに伝統の駅伝を行うことを決めました。今年の駅伝大会は、交通安全や感染防止などに配慮し、前回よりおよそ10キロ短い6区間、26.6キロのコースで行われます。大会には一般・高校・同好会の3つの部門が設けられ、参加するチームを9月1日から10月16日まで受け付けます。 下北型一周駅伝の実行委員会は100回の節目を記念した式典を11月27日に開催することやパネル展の実施と記念誌の刊行なども計画しています。